それでは三国志大戦、後付け実況やっていきたいと思います。こちらのデッキは武力ロックを3枚採用した 1.5 コス4枚型のかきわらデッキ。相手は脅威両党長子ライドウの4枚デッキ。相手が槍さん編成なので機動力の差、こちらの方が枚数だったり機動力だったりで上回っているところを生かして戦っていきたいかと思います。相手は開幕中央に槍3枚を重ねて一気に衝撃でダメージを与えようという編成。それに対してこちらは、ガクチンで1回足止めをして弓兵を下げてライドウもしっかり城に返していく形。空いた右サイドからは毛達が2マス塗りをしつつ向上。この形だともう一発は確実に入りそうで、羅剣が踏まれずに行ってしまったのでこれをどう当てていくかというところ、長子がマウントするところに当てれれば OK という感じでしょうか。長子に当てることができましたね。これで撤退へと追い込むことができ、相手の編成は残りが槍3枚と機動力に欠ける状態なのでここは羅剣も上へと上がっていきます。四季さんと同時にガクチンのギブの形成、これは上の6マス、上の 3×3 の9マスを塗るところも兼ねて発動していければというところ。相手はライドウが死ぬ前に増援、副効果は士気増援、士気向上。戦闘能力には直接関係ない形ですね。こちらは、防護即軍という戦闘に特化した形の増援を仕込んでいるので、まあ向上力アップは殴られなければゼロなのでしっかり防護即軍をアドバンテージを生かして守りに入れたらなというところでしょうか。でガクチンで一度牽制して相手のライドウを吐かさせることに成功。一発突撃入れてライドウが下がったところに火器の弓が入って、撃破でガクチンで突撃、脅威に突撃しつつ、ちょっと一発突撃がばっちゃいましたね。もうちょっと早く処理できていて送信が右に上がっていればここの状況をもうちょっと優位に運べていたかもしれませんね。相手が2マス塗りしていたところをライドウでもう一度2マス塗りして制圧し直して、でここなんですが、長子を左に向かわせたいので火器を一度貼り付けて、長子が左に向かったことによって、制圧状況が一気に良くなりましたね。ライドウの向上は止められて両党長子でブロック、これは入らなす。相手のミスによりラッキーな一発で、ここですが両党が削れているので相手はラインを上げづらい状態で、ここライドウと脅威が重ねてきましたね。これ同じ位置にいる並べることによって衝撃を重ねて当てることができるのでダメージ効率は上がりますが、その分ヌルマスもかぶってしまい、制圧が不十分になってしまいます。そのため、こちらはそれを生かすために、内乱でのダメージを取りに行ってますね。相手は一体武闘、チョイスは脅威、これは縄文脅威をぶっ刺しに来る形かな。ただ、こちらはライドウの復活がそこそこ近いのでそれまでの時間はガクチンなら稼げそうで、ライドウで牽制するために落雷は脅威へすぐにピンで打てる場所からライドウを出していきたい。でライドウガクチンで中央の脅威を見てこれで脅威を打たせないことに成功で、ここなんですが相手の長子を下がらせれれば内乱止めれるかもっていう風に思ったんで、内乱を止めるために長子を下がらざるを得ないように毛達を縄文に突っ込ませます。こうすることで相手の長子がスルー しづらい形を作ることができましたね。でここで士気が溢れてしまったので小兵器の遊撃、小兵器の遊撃は効果時間が伸びたためもうこの時間で打っていたら永続ですね。で、毛達を生贄に捧げたことによって、これ羅剣が
空いているマスを塗って走ることによって制圧有利を作ることができそうかなという感じでしょうか。ちょうど撤退カットインが入ってくれたので、慎重に塗り直しを行っていきます。で、相手のリョウト、そういえばリョウト、まあ復活正気なんでそろそろ帰ってくるかなと思って、ここで宗心が死んでしまったらもう身も蓋もないので宗心を返しに行く。で、宗心を返すことによってガクチンは兵力回復が計略で上がっているので、宗心、ガクチンがしっかり返っていれば武力8が2枚いる状態なので、まあ武力8 2枚いれば守れるっていうのはもう全バージョンの太子地藁が証明してると思うんで、武力8状態になっている2枚を慎重に扱っていくっていう感じで、再び士気のあふれたタイミングで士気がもったいなくならないように可兵戦法で長子に対してブロックをかけていく。可兵戦法上昇値がかなり上がって残り 25% で武力プラス11ぐらいですかね。かなり効率のいい計略になったと思います。で、ここですが、もう一回相手は一体武闘、これで相手脅威の打てる式はギリギリかな、おそらく。ただもうこれは長子が密集してしまって重なってしまっては打ちづらくなってしまうので、その前にピンで落とせる状態の兵力になったタイミングで落としていく。相手はもう奥義を使っていて、ここから復活するカウントも間に合わないですし、確実に落雷を落として脅威を撤退させていく。この白ゲージ差なので、脅威の縄文だけ防げればこの内乱は許してもいいかというところ。まあ止めに行っちゃってますが、ここはまあ別に許してもいい感じですかね。で、宗心が、計略で速度が上がっていることによって長子を終えて長子を撤退させられる。宗心本当に強いカードですね。式4で武力上昇値は2しかないのですが、速度上昇が、走車していない状態でギリギリ刺さらない絶妙な速度で、効果時間がさらに伸びたという感じです。ではここまで見ていただいてありがとうございました。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。お疲れ様です。未来をつなぐため戦うのみ。勝者、力をお貸しください。
進め。何者にも屈さん。何者にも屈さん。突き進め。敵進め。追いかけ。